日本、ウルグアイの試合直後、罵り合いになってしまう。3月26日、キリンチャレンジカップで、ウルグアイ代表と対戦したサッカー日本代表でしたが、結果は1対1の引き分けでした。しかし、ネットでは、試合内容そっちのけで、サッカーファンと野球ファンの間で、論争が巻き起こってしまいました。森保サッカークソつまんねえ、つまらない、弱い、スターがいない、ウルグアイと引き分けってそこまで叩かれることでもなくね、クソつまんなかったけどな。またサッカーの試合中の検索ランキングのようなものが上がっていて、サッカーの試合中に関わらず WBC の検索数が大きくリードしています。過去4時間の比較で WBC に完敗。これマジでやめろ、見せるな。なんで終わった WBC に負けてんだ。キリンカップとかただの親善試合じゃ資格対象は違う。比べるならワールドカップ。またサッカーは試合中継時間中にポケモンの最終回が放送されており、検索ランキングの上位はポケモンの関連ワードで占められていました。ツイッタートレンド、ポケモンに負ける、ポケモン以下で草。中には次のような中身のある件もありました。野球の大谷みたいに分かりやすいスター選手いねえと盛り上がらねえわ。現役サッカー選手の名前聞いたら、バーカズがチームにあるだろ、それじゃダメなんだよ。ワールドカップ面白かったけど、親善試合だとこんなもんなんやな。 WBC は本戦じゃなく強化試合でも結構面白かったんやけど。